ワイヨチャンネルステップバイステップ、はい、始まりましたけど、早速お呼びします。早い早いな。いや、もう、もうそうだね、分かった分かった、分かってる分かってる、もうね、分かってる。3人で喋りたい。好きだな。我らのアイドル、はい、稲見先生です。お願いします。お願いします。頑張った。ちょっと待ってください。何してるんですか。初めてのギャルアイテム。ふわふわ系ですね。モフモフですね。モフモフ。可愛いですこれ。今回はヌンチャクを使うんですか。ヌンチャクを使って、はい、マーシャルローの動きを再現してみましょう。出た出た確かに前回までは、うん、あの登場時の決めポーズだった、ね、決めポーズ、あー確かに確かに、戦う技をね、うん、そうそう、中の技ですね、中の技を再現、そうです、より踏み込んでやるわけですね、やっていただこうと思ってきました、はい、それはやっぱヌンチャクを使うからヌンチャク持ってきたってことですか。ゲームのキャラクターの対戦ですよね、はい、で武器使うんだ。いや、なんか武器出てくるんで、でマシャローがこのヌンチャクを使ってるので、あ、そうなんですね、はい、今日はダブルヌンチャク。いや、ダブルヌンチャクは難しいって。どうしたらいい。さ、一回稲見先生に見せていただいた方がいい、はい、そうです ね、 ですね。じゃあ一回やってみましょう。どういう動きなのかこのためにさ、はい、準備してくださってありがたいですよ。謙虚なギャル最高ですよ。いや、ギャルじゃない、はい、ギャルでしょ。そこはギャルだって。そこは絶対ギャルですよ。なるほど、かわいいですよ。じゃあ服も、これ服もかわいいです、はい、かわいいですよね、はい、カンフーです。ちゃんと竜と虎で、はい、決めてきました。カンフーギも変わらないですね。カンフーギもかわいいですね。これ意外と短丈で、そうなんです、はい、短い腹がちょっと出るチラチラね、チラチラ。いや、おじさんがもうスマホを前に目のやり場に困ってますよ。純粋なおじさんが多いんでね。そうですね、はい、でもね、今日から初めて見た人が多いけど達人ですから。そうなんですよ、稲見、はい、先生はね、はい、動画見てください、はいはい、全日本3連覇してますから、はいはい、我々はブレてギャルを読んだわけではないですから。瞑想してるわけじゃない。瞑想してるわけじゃない。ブレてませんよ僕は。ブレてません。ちゃんとその渋いジークンドーを、うん、のね、その武術のチャンネルですから。そうです、はい、そうです、間違わないでください、はい、今日はもうめっちゃかっこよく決めてもらおうと思ってます。お願いします。じゃあ先生お願いします、はい、じゃあちょっと早速、はい、やってみようか。いいですか。これです。え、こうじゃない。右手に1、左手に、あ、本当だ、持ってる。1で、ターン、ターン、で、後ろキック、あー、はい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 、いや、これスローじゃないと、うん、なるほど、むちゃくちゃ速い。これ、バンバンバン、ジャーンって感じです。あー、この一瞬なんだけど3回ヌンチャク振ってて、最後3回振って、回りしげりです。オッケーっす。チョイスがすごいよ、稲見先生の。絶対先生やったらかっこいい。いやー、じゃあ久保さんちょっと受け役が必要なんで今回。あ、え、じゃあ早いな。最後吹き飛ばされてますけど。吹き飛ばされてます。なんでなん、もうモフモフだから。え、モフモフだから大丈夫。モフモフだから、大丈夫。どれ、まあ痛いですけどね。痛いです。あかんやろこれ。芯しっかりあるやつ。芯しっかり、芯しっかりあるやつやねんから。ふにゃって曲がらないと。あかんて、芯がしっかり、本物をデコっただけ。デコってるだけ。デコってるだけ。デコるんちゃう。じゃあやってもらえますか。はい、ここから 1,2,3 で下で、おい、で、おお、これも決めまで。これをちょっと難しそうだな、これはやって難しそう。はい、ダブルヌンチャクはちょっとダブルヌンチャク難しいな。1,2,3,4 で、そしたらこの左手をこう回りやすい方だ、やった。で、キックです。若い、あ、いいですね。回りやすい方の足でも、あ、よかった。右足でキープします。あ、そうだ、よかった。はい、1,2,3 下で回って、パで、パです。すごい、もうできてるよ。もう余裕ですよね。じゃあ、ここからキャラの癖、すごい、彼はそう、ここキャラの癖、キャラの癖がここから入ってくるんですね。そうなんです。この回し蹴りが一番問題なんですけど、癖があるんだ。そう、こう私たち行っちゃうじゃないですか、はい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 、これしないでこうなってます。ああ、ちょっと引っ掛けてる感じなんだ。こうやって体をひねるっていうのをやってます。何してるな。こうじゃなくて、並べて、
あ、そうそうそうです。こうやってためを作る感じですね。なんかそんな感じで、それをやってるんですよ。で、あと最初の癖は乗ってるか、そう、ちょっと生きる、はい、ちょっと生きて生きて、じゃあじゃあで、すん、常に生きながらやると、下から上げるときはなんか体がちょっと伸び上がるんですよ。そんな感じです。で、左手がこう入ってきて、で、よいしょって感じです。ぜひぜひ、うちらもやろうよ、せっかくだ。これだって誰にでもできるんだから。そうそう、できる、できる、そうよ、簡単なんですよ。右、左で、右を下から、で、右足で回し蹴りです。ここ今一番視聴率下がってるやろ。そうだ、ね、みんな飛ばす飛ばす俺モフモフ素人おじさんマジで視聴率あまあやはい、トイレ行こうっていうの、トイレ行こう、 CM の間に、そうそうそう、飛ばそうみたいな感じだろうね。はい、そうですね、そう、パン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 って、あ、いいですね、いけます。そうです、もうできてるもんね。できてますから、これコンビネーションとしてすごいいいんじゃないですか。確かに、ね、ヌンチャクのパンパンの返しが、うんうん、そうだね、確かに、ゲーム抜きにしても本当普通にいい、ね、かっこいいコンビネーション、まっすぐじゃないですか。そうそう、なんか結構こう入るんですよ、こんな感じ。そう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 、いつもなんかこう引いて相手を見てるみたいな、指導が、はい、演技指導入ってる、演技指導、はい、はい、うざキャラでやった、うざキャラでね、いきます。おい、いいじゃないですか。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。いや、めっちゃ早いんですよ、覚えるの。吸収マジ早いですよね。一瞬、もう2回くらいで、あ、こうね、こうねみたいな。これでもやってくと、なんかめちゃくちゃ楽しくなりますね。よりこう、なんかそう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 、クオリティを目指したくなる。どんどん細かいところまで、ね、わかる、わかる。で、これできたら今度はカメラマンがどんだけやるかとスピード合わせて、カメラがついて、うんうん、スピード合わせて、じゃあもうちょっとこここうとか、職人同士の合作だね、はい、そうですね。でもゲームの技っていうのがちょっとリアルの世界でも通用しそうなコンビネーションだったじゃないですか。もう ありますね、ね、うん、そういう発見もあるっていう、うん、実際にそういうの検証していくのも面白いですね。確かに、確かに、この技は使えるのかシリーズやりますか。やろうか、面白そう、いいね、うん、ゲームの技、マザルロー、うん、ね、なんか最後ね、絶対超必殺技みたいな効くんかみたいなね一番ゲージが減るやつとかあんな出したらいいけど、これ今あのマーシャルローのキャプチャーやってるモデルの人がそわそわするかもしれない取られる次回作取られるかも、ザオ、その2人がね、楽しかった、本当に面白かったです。あの教え方も優しくて、はい、めちゃくちゃね、あの丁寧に教えていただいて、こちらこそありがとうございます。中二病くすぐるこの企画ね確かにいいじゃないですか、好きだと思うよみんな、そう、格ゲーよね、格ゲー夢しかない、夢しかない。今度天保堂、天保堂行きます、天保堂デート、天保堂デート、天保堂でデートする人あなたたちぐらいだマジ笑うてとか言ってこれがいいかなじゃあ次回は幸男さんがザンギエフの技の、うん、まあそうザンギエフそっちもやるし、そっちも、うん、あのブラジルなんでブランカ、ブランカ、ブランカ難しいよ、単なるダダダダダダダ元気なやつね、元気なやつ、シビズセレ、本日はありがとうございました、マジで。南先生、ありがとうございました。本当にやるで、あの達人こんなん、多分もう需要まみれだと思うので、またコラボしてください。はい、よろしくお願いします。ます本日ありがとうございました。ありがとうございました。こっち側も開くので、ここに。